どうもこんにちは。今回のテスラに関する最新ニュースは、テスラの第3四半期の納車台数が発表され、13万9300台という歴代最高の納車台数を達成し、新型コロナウイルスの影響で既存メーカーが大きな打撃を受けているのに対し、圧倒的成長を遂げていることが明らかとなる。モデル S、X、3においてサスペンション関連での事故が多発しており、テスラ側は経年劣化によるものであると主張しているが、納車されたばかりのモデル3も同様の事故が発生していて、さらにその他にも無視できない重大ともいえるインシデントが発生しているため、テスラ側の説明が求められている。テスラのフリーモント工場においてサイバートラックが製造ラインに流れているところが目撃され、プロトタイプの開発も順調に行われていると思われる一方で、こちらのサイバートラックの納車を2021年中に開始するというスケジュールは現実的ではないとする見方が強くなるの3つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、テスラの第3四半期の納車台数が発表され、13万9300台という歴代最高の納車台数を達成し、新型コロナウイルスの影響で既存メーカーが大きな打撃を受けているのに対し、テスラは圧倒的成長を遂げていることが明らかとなりました。こちらが2012年からのテスラの納車台数のグラフとなっていますが、今まで過去最高の納車台数を記録した去年である2019年の第4四半期の11万2000台と比べても、さらなる成長を遂げていることが見て取れると思います。実はテスラの納車台数の比較として、今述べたような比較の仕方ではなく、各四半期ごとに比較すべきで、例えば年末に関してはテスラは納車台数を相当プッシュしますので、その分第1四半期は微減するなども考慮に入れなければなりませんので、例えば今回の第3四半期を見てみると、前年同四半期と比べても一気に4万台以上もアップしていますので、新型コロナウイルスによる消費の落ち込みということも考慮に入れると、圧倒的な成長であると言えると思います。要因として考えられるのが、まず中国の上海にあるギガファクトリー3の生産能力がさらに向上しているという点、そしてフリーモントのギガファクトリーにおいてはモデル3に加え、3月から納車が始まったモデル Y の生産も順調に伸びてきていることが挙げられると思います。こちらのモデル3と Y に限った納車台数を見ると明らかで、全体の納車台数とほぼ比例して増加していることが見て取れますが、やはりこちらのモデル S と X に限った納車台数を見てみると、第3四半期に関しては3年連続で納車台数が落ちていることが見て取れると思います。こちらに関してはやはりモデル3と Y の台頭によって需要の絶対数が落ち込んでしまっていると思われますし、特に欧州市場においては8月のモデル S の販売台数が108台と前年同月比で 82% も減少してしまっていて、これは同セグメントの競合車種でもあるポルシェタイカンの売り上げが急拡大しているためであると考えられています。同様にモデル X に関しても大きく落ち込んでしまっていて、こちらもモデル S と同様に競合車種であるアウディ e-tron が欧州市場では支配的な存在であるということ、そして中国市場では電気自動車ベンチャーである NIO のフラグシップモデルである ES8 が販売台数で圧倒しているというように、いよいよテスラに対抗できる競合車種が登場してきたためであると思います。ただしモデル3と Y に関しては今後も順調に販売台数が伸びていくと思いますし、クロスオーバー EV であるフォルクスワーゲンの ID4 はモデル Y のさらに下のセグメントにおいて内燃機関車と真っ向勝負を仕掛けてきますので、いずれにしてもテスラの快進撃によってさらなる電動化率の向上を期待したいと思います。2つ目のニュースに関してですが、今まで納車台数のことを褒めてきましたが、問題も発生していて、モデル S、X3 においてサスペンション関連での事故が多発しており、テスラは経年劣化によるものであると主張していますが、納車されたばかりのモデル3も同様の事故が発生していて、さらにその他にも無視できない重大とも思えるインシデントが発生しているため、テスラ側の説明が求められています。まず今回の事故に関してですが、モデル S90D を所有しているスイス在住のオーナーがドイツのシュツットガルトからスイスのチューリッヒに戻る際に、アウトバーンを走行中ブレーキを踏んだ後に大きな音が鳴り、ミラーで後方を確認してみると煙が上がっていて、それと同時にステアリングもロックされてしまうという内容でした。まず正直言って速度無制限のアウトバーンにおいて走行不能状態に陥るということはほぼ死を意味しますが、不幸中の幸いにも運転手は無事に車を安全に停止することができたそうです。私は車両整備等に関してはど素人ですので、具体的に何が問題であったのかに関しては参照した記事のリンクを貼っておきますので、興味のある方は読んでいただきたいのですが、いずれにしてもサスペンション周りの不具合であるとしていて、こちらに関してテスラは経年劣化によるものであると主張していますし、さらに残念なことに今年の4月に保証期間が過ぎてしまっていましたので、修理費用である85万円以上は自己負担となったそうです。
この事故で1点予測できるのが、アウトバーンのようなある種の限定的な条件によってのみ問題が発生しているのかとも思いましたが、全く同様の事故が今年の1月に2015年式のモデル S70D にも発生していますので、何とも言えないという印象です。そしてさらに悪い情報として、まだ1000キロも走行していない、つい納車したばかりのモデル3でも同様にサスペンションがしっかり固定されずに外れかかってしまっていたという、想像するだけでかなり恐ろしい状態に陥ってしまっていて、テスラ側の説明している経年劣化という主張の真偽に関してはぜひともさらなる説明をするべきであるとは感じました。そして今回のサスペンション周りのトラブルだけでなく、テスラは今年に入ってさらにいくつか気になる事故が発生していて、まずモデル X のルーフの部分が走行中になくなってしまうという問題が何件も発生していて、写真を見る限りほぼ全て同じパーツが脱落してしまっていますので、こちらに関してもたまたま1台に発生した問題ではなく、明らかに複数のモデル X が同様のトラブルを抱えてしまっていますので、こちらはしっかり説明責任を果たすべきなのではないかと、私がモデル X のオーナーであれば感じると思います。そして最も気になる事故がモデル Y に発生した事故なのですが、アリゾナ州においてモデル Y が後ろからかなりのスピードで追突されてしまっていて、正直後方の破損に関してはしょうがないと思いますが、なんとその衝撃によって助手席のシートが折り曲がってしまっているのです。こちらに関してはかなり危険であり、こちらの動画における衝突安全テストにおいて示されているように、シートが曲がってしまうと、たとえシートベルトをしていても後方に体が投げ飛ばされてしまいますので、致命的な損傷につながりかねないからです。こちらに関してもテスラからの詳細な説明がありませんので、なぜこのようにシートが折り曲がってしまったのかについては謎に包まれてしまっていますし、そもそもテスラ社は衝突安全テストなどによって安全性が高いということは証明されていますので、具体的にどのような状況で事故が発生したのかは検証が必要ですが、このような映像を見せられてしまうとやはり一抹の不安が残りますし、繰り返しにはなりますが、これらの事故に関してきちんと説明がなければ余計に不安を煽りますので、早急にもテスラ側の説明が必要なのではないかというのが個人的見解となります。最後のニュースに関してですが、テスラのフリーモント工場においてサイバートラックが製造ラインに流れているところが目撃され、プロトタイプの開発も順調に行われていると思われる一方で、こちらのサイバートラックの納車を公表されている2021年中に開始するというタイムラインは現実的ではないとする見方が強くなっています。こちらのリーク写真を見ても周りの従業員ですらかなり物珍しく見ているという印象で、こちらのサイバートラックに関してはそもそもカリフォルニアのフリーモント工場では生産されず、テキサスに現在目下建設中のギガファクトリー5で生産されることが発表されていますので、単純にプロトタイプを組み立てているだけであるとは思います。そしてこちらの画像は以前の動画で詳しく解説したバッテリーデーにおける発表の内容で示された各車種に使用されるリチウムイオン電池の種類が示されているのですが、まず左側のアイロンベースに仕分けられているのがモデル3や2022年以降に発売を予定しているモデル3よりさらに小型の電気自動車となっています。そして真ん中のニッケルプラスマンガンというエリアには現在のモデル S、X、そして Y が分類されています。そして右側のハイニッケルに分類されているのがサイバートラックというピックアップトラックやセミと呼ばれるトラックとなっています。まずサイバートラックの前に発売されるとしているバッテリーデーで発表されたモデル S の最上級グレードであるプラットというモデルなのですが、こちらに必要なテクノロジーとしては4680セルと名付けられた新開発のバッテリーセルで、こちらはすでに開発済みではありますが量産化には未だ至っていませんし、何よりイーロン・マスク自身が事あるごとに量産化することの難しさを訴えていますので、イーロン・マスクが約束した2021年後半までという期限はかなり挑戦的であると思いますし、そしてさらにもう一つの壁は今までのバッテリーの搭載方法ではなく、いわゆるセルトゥーシャシーと呼ばれるような車両を支えるシャシーに直接セルを埋め込むような形でバッテリーを搭載するという技術も量産化しなければなりませんので、果たしてあと1年でこの2つの大きな障壁を突破できるのかは、私に限らず海外のテスラに詳しいインフルエンサーなどが同様に指摘してはいます。そしてさらに高い壁となってくるのがサイバートラックで、サイバートラックに必要な新たなテクノロジーは先ほどの4680セルと新たなバッテリー搭載方法を量産化するだけでなく、さらにこちらのハイニッケルのバッテリーセルの開発および量産化が控えているのです。しかもこれら3つの障壁を超えてもなお課題は山積していて、まずそもそもこちらのサイバートラックを生産するギガファクトリー5は目下建設中で、来年である2021年の5月に完成予定としていますが、果たしてそれまでに完成するのかに関してもかなり挑戦的な目標であるとは思いますし、
その上、最もチャレンジングな課題は、そもそもサイバートラックは防弾ガラスを使用していたり、ボディもスペース X のロケットに使用されている特殊な素材を使用するなど、少なくともモデル S や Y などの既存の自動車とは全く違うデザインですので、例えばモデル3と 75% もの部品を共有しているモデル Y の生産が半年ほど早まったという材料を根拠に、今回もこの挑戦的なスケジューリングを達成できると説明するのにはさすがに賛同できません。しかも稼働した直後は不止まり率が低くなりがちですので、いずれにしても2021年中に少しでもサイバートラックの生産にこぎつけ、たとえ一人のオーナーにでもデリバリーすることに成功したのなら、もはや奇跡と言えるのではないかと個人的には思いますので、サイバートラックの生産に関する今後の続報にもぜひ期待しましょう。チャンネル登録や高評価のほどどうぞよろしくお願いします。今回は以上です。